僕の将来の夢は酪農家になることです。牛飼ってたんだなっていうのをだんだん忘れてってました。とてもいいんじゃないですか、自然が豊かで。無駄なくなるの嫌だなって思何やってんだ。大変、大変しかない。11番は664キロです。お父さんみたいに向き合っていきたいなと思います。世界の人たちに自分の家で育てた牛のミルクを飲んでもらいたいっていうのが夢です。